カール・ジェンキンスは、イギリス・ウェールズ出身のジャズ系のミュージシャン。ピアノ、オーボエ、バリトン・サクソフォン奏者、作曲家。カーディフ大学、ロンドン王立音楽院卒業。OBE、音楽学士、王立音楽院評議員、王立音楽院巡回員、王立音楽院修士、ウェールズ王立音楽演劇学院評議員、トリニティ・カレッジ・カーマーゼン評議員。 ウェールズ人の父とドイツ人の血を引く母との間に生まれ幼少期に教会の聖火隊長を務めていた父の影響でピアノやオーボエを習い始める。その後、ウェールズ国立ユースオーケストラの首席奏者となる。大学卒業後は1969年に結成されたジャズロックグループニュークリアスのメンバーとなり多くの作曲と演奏に関わる。1972年に同じく ジャズロックユニット、ソフトマシーンに参加。1980年代には、ソフトマシーンのメンバーであったマイクラトリッチと共に、CM 等の作曲や、制作活動を行った。その成果あって、D&AD の賞、ベストミュージックを受賞。1990年代には、彼がプロデュースするアディエマスのデビューアルバム、聖なる海の歌声が、世界的にヒット。また、 日本でもフィギュアスケート選手である、すぐりやけいのために書き下ろしたファンタジアが、すぐりの2006年から2007年シーズンのフリースケーティングで使用された。ありがとうございます。